六個森の音ミュージアムは、兵庫県神戸市の六甲山上にあるオルゴール、博物館。1994年7月21日に、阪神電気鉄道の一部門として、ホール・オブ・ホールズ六甲の名で、開館。1996年には、自動演奏楽器専門の博物館としては日本で、初めて博物館法に基づく、博物館相当施設に指定された。現在も、 阪急阪神ホーレディングス参加となった阪神、電気鉄道にあるが、実際の運営は2003年以降、子会社の六甲山観光株式会社に委託されている。2012年3月に六甲オルゴールミュージアムと解消。さらに2021年7月16日、六甲森の音ミュージアムに解消して、リニューアルオープンした。常設展示として、 主に19世紀から20世紀初頭にかけて制作されたヨーロッパやアメリカの様々なシリンダーやディスクオルゴール、世界最大級のダンスオルガンを含む種々の自動演奏楽器、いろいろなオートマタ、また自動楽器による伴奏付きサイレント映画の上映など多彩な演奏、実演を行っている。他に企画展や特別コンサートなども開催。 また現代のトイオルゴールからアンティークまで揃えたミュージアムショップ、オーダーメイドのオリジナルオルゴール製作をする工房、オルゴール組み立て体験工房、木立ちを眺められるシュトラウスカフェなども併設している。隣接する六甲鉱山植物園へは木道橋が作られ、その周囲はナチュラルガーデンとして整備されている。2021年7月16日、 六個森のオートミュージアムに改称してリニューアルをオープンした2回目イン展示室ありがとうございます。